はい、おはようございます。というかこんにちはですね。今日は3月21日の土曜日の今ちょっとね、時間がね11時過ぎで、今日ちょっと別に朝4時があったわけじゃないんですけど、朝起きるのがちょっと遅かったなと、あと犬の調子がねちょっとあんま良くなかったんで、ちょっと1、2時間遊びながら様子見てたんで、こんな時間になってしまいました。すいません。で、先週ちょっと雨で釣り行けなかったんで、1週相手の2週間ぶりになっちゃうのかな、1回相手の2週間ぶりで、もうここまで何も見えてない、完全ノーバイトで、どこで何やっても全く釣れる気しないんで、もう今回はここカーブミラー、東大江のカーブミラー周辺の広くなったところで、ヘラ市の人とか結構いて、まあ魚はベイトはねいっぱい入ってるかなっていうことでまあそんな感じで、まあこのね、毎回朝のエリアが違う、最初のエリアが違うっていうのもね、全くエリアが分かってないからっていう証拠なんですけど、まあ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 、ちょっとこういうところで、ね、普段やらないところでやってみようかなということで、で今日がね、来週はもう釣り行けなくて3月ラストの釣りになっちゃうんで、もうそろそろ本当にあったかいしね、今日も釣らないとダメだなと思って、ちょっと気合い入れて、で時間短いんですけど、なんだかんだで、まあ今日も16時までなんですけど、なんだかんだで、7時間ぐらいあるし、今日はもう昼も抜きでがっつり釣りしますんでもう絶対今日釣って、4月からは早く御三川に行きたいなと、大好きな感じなんですけど、で今日はまあね、本当にルアーはもう何やっても全然わかんないんで、もうここのシェード、護岸のシェードを、そうまだ試してなかった大好きなジャークベイト、ナトリノグ ARB ですね、こいつでちょっとやってみようかなと、このシェードをね、そんな感じで、まあこれをメインにしつつ、あともうあったかいからもうトップとかもいけるんじゃないかなっていうね、がっつりね、そういうのを考えてますということで、さあやっちゃうぜ。うわ、いきなりバックラ。うわ、このリール使うの今年投げてないからな、あのオープニングの撮影の時にちょっと投げたけど、よし。でいつもの速いジャークじゃなくて、なんだろう、春の定番の浮かして止めてのトゥイッチで誘っていく感じ、ゆっくりこのシェードを、そういう感じでやってみます。このシェード周辺をね、こっちのあっちヘラシいるからな、こっちも全部人ヘラシ入ってるけど、うわ下手、久々でキャストが下手ですわ。まあ今日はこれを本当にメインで、こういう釣り、待ってっていうね、これ水が動いてんのかな、もうマジで4月からは御三川行かせてくれ。でね、これも本当になんだろう、この時期にシェードがいいのかどうかもちょっとよくわかんないんだけど、まあでもシェードという一つのね、この要素があるんで、こうやって全部見たときに全部日当たってるけど、ここだけシェードじゃないですか。そしたらもうここいるんじゃないみたいな。もうそうやって思い込んでやっていくしかないからね、釣りなんて。結局そういうもんだから。もう全てがわかんないわけで、そこからなんかいろいろ自分で理由つけて、そういうところを狙っていく。もちろん、こうやってあって、もうこの切れ目がもうやっぱチャンスだし、逆にこういうとこ例えば投げちゃってもボンってくるかもしれないし、わかんないから、だから両方試す。もちろんこっちがメインだけど、シェードがね。で沖はもう早めにいつものリアクションのジャーキングでやっちゃう。でこっちはちょっと待つ、シェードだからね、トゥイッチで寄せて浮かしてカポっていう、これで出てくれると楽なんだけどね、そんな甘くないよね。
はい、東大江ちょっと触って、今度は合流エリアで、あっちの方結構人が3、4人入ってたんで、で反対側も結構今日はやっぱ天気いいね、人がいっぱいいますね。でここの合流エリア入って、同じジャクベットでまたシェード狙いで、めっちゃ濁ってるんで、本当この濁り何なんですかね。もう自分にとって本当にもうプラス以外の何物でもないんだけど、ライトリーグとかやる人にはちょっときついのかなっていう、サイトフィッシングとかね、まあそんな感じで、結構クイが新しく入ってる、久々来たら。うなぎの仕掛けも浮いてて、これちょっと映像で映ってるか分かんないけど、まあここをもう一回シェードを、まあ Twitch でね、ここは好きなエリアなんで、ちょっと丁寧にやりたいですね。あとトップもやろうかなと思います。まあトップやる必要ないかな。一応こういう日が当たってるところもね、まあとりあえずやってみる。わかんないから、もうほんとわかんないからやるしかないんだよ。いろいろ動いてさ、で探していく、それが楽しいと思うんだよね。まあ釣ることも確かに楽しいけど、なんかその一匹たどり着くまでがすごい自分の中では楽しくて、まあ、これ下手だからこういうことを言うしかないんだけどね、本当はね。でも本当にこの探してる時間がすごい楽しくて、ムカつく、悔しい、本当なんだよって思うけど、毎回毎回坊主食らってね。でもこの釣れなさが面白くて、特に大江川は本当にそう、まあ、御三川はね多少やっぱレギュラーサイズが釣れやすいんで、いろんなルアーであれなんですけど、大江川は特に本当にちょっと外すと釣れないからね。御三川は多少外しても、ちょっと、なんだろう、合ってることと違うことやっても、釣れちゃうんで、御三川は。間違いが起こりやすいフィールドなんで、あれなんですけど、大江川は本当に、間違ってることやっても、本当に反応ないから、でもそこが面白くて。って言って、いつもこんなね、間違ってることばっかずっとやってちゃダメなんだけどね。そりゃ、一生うまくなんねえよっていうね。さすが、絶望的な超能力の男って思うよね。マジで、うん、自分でも思う、びっくりしてるもん、あまりに釣れなさすぎて。で今日これ釣れなかったら、もう今日のノーバイト食らノーバイトノーフィッシュ食らったら多分食らうけど、もうちょっと帰ってからね、次4月入ってからしか釣り行けないんですけど、なんかそれまでなんかちょっとYouTube とかで動画で大江川やってる人の釣ってる人の動画とか、そういう大江川の映像をプロとかのね、まあ、一般人の人もそうだけど、釣れてる人の映像をいっぱい見て、ちょっと次はもうちょっとそういう人に真似します。もうね、釣れないときはね、釣れてる人の真似をしろ、上手い人の真似をしろっていうね、もうそういうことするしかない。情けないけどね。まあでも多分ね、それやってもね釣れないんだよ、結局。そんなもんだから、バスフィッシングってね、上手い人は釣るけどね、俺は釣れねえ、そういう悲しいあれなんだよね、現実。はい、次はあの石亀橋周辺、石亀バンドの石亀橋で、まあ、ここも普段そんなやらない場所なんですけど、まあ、護岸のシェード、同じようなやつですね、を同じくクラトリン6、これいろいろね、なんか一つのエリアでルアー変えるのも一つのパターンだと思うんですけど、ここはここシェードできてねえな、向こう行かんのかな。シェードがあるとこの岸際だけをちょっとこいつで同じ攻めをやってみます。くどいからね、でもこれってなったらそれをひたすらやります、個人的に。これで反応があるとハマるんだけど、
基本的に反応ないからハマりません。うわー下手くそだな。あ、え、桜がね咲いてきてるね。もう日当たりいいと、あそこ一本桜もうほぼほぼ結構半分ぐらい咲いてる。半分は言い過ぎか、4分の1ぐらい咲いてる。でこのラトリンログもね、大井川ではね全く釣れないんでね、個人的に五三川ではめっちゃ釣るんだけど、めっちゃ釣れるしめちゃくちゃ信用してるけど、大井川での信頼度ゼロだからね。ほぼこれ朝から1日これしか投げないとか、ハイシーズンとかにねやったりしてもノーバイトとかで普通に終わるから。これ大井川が釣れないって、あのラトリンログ釣れないって言ってるんじゃなくて、自分と大井川の相性が悪すぎて釣れてないだけです。釣ってる人、このねラトリンログの釣りを教えてくれた人とかも大井川で普通にラトリンログで釣ってるんで、いっぱい。もう自分がどれだけ下手か、どれだけ相性が悪いかっていうね、大井川と。だからもう早く大井川でポンって釣って、早く五三川行きたいんだけど、全然釣れねえからマジで。で全然関係ないけど、本当に桜が綺麗に咲いてます。見えるかな、春ですな。で桜の咲く頃はね、結構ねラトリンログ効くんだけどね、特に五三川は。おいが知らねえ、釣れねえもん。はい、今度また移動して西大江の警察署裏のところの、また同じく護岸のシェードをラトリンログで、はい、これでやります。ほんとくどいね俺。もうこっちからやろうか。こっち浅いけどね、あそこ浅くなってるけど、今日まだこれしか投げてない。ふんふんふん、いいよ、いい感じだよ。釣りたいな。はい、またまた移動してきて、今度は資料館から合流にかけての西大江のここら辺で、ここら辺って前まで釣り禁だったんですよね。で最近ずっと来てなくて、でこの間からちょくちょく通って見てて、もう釣り禁の看板消えてるし、反対側にも結構ね釣り人 1,2,3,4,8,5,6,7人ぐらいいるんで、まあちょっとここら辺のまた同じく護岸のシェードをラトリンログでやってみたいと思います。あっち側はね、昔釣り禁じゃなかった頃に何回か釣りしたことあるんですけど、こっち側で釣りするのは25年やってて多分初めてだと思うんで、あの合流の近くとかだったらやったことあるけどね。だから水深も正直全然、ちょっと待って、うわ深いんだ、合わんなこれ。まあいいや、まあとりあえずちょっとこれでやってみます。深えなここ、こんな深いんだ、全然知らなかった。これラトリンログだとマックスでも60センチぐらいしか潜らないんで、これはちょっと深いんだったら違う釣りした方がいいかもね。まあちょっとやってみるけど、え、わかるかなこれ。今日は本当釣り人が多いで、釣りしててもやっぱね気持ちいいで、ダウンももう今日からで、朝もね今日昼ぐらいに来たんで、もうダウンもいらない。朝早くだとまだダウンはいるかもしれないですけど、で朝早く、今日昼ぐらいからって、ね、で夕方ぐらいまでなんで、本当夕方あの日没までがっつりやる人とか、朝から来る人はまだまだダウンとかいると思うんですけど、もうそういうね昼間メインで釣りする自分にとってはもうダウンは今年はいらないかなと。まあ次もねもう4月だしね、釣り行くのも。うわちょっと深えな、ここ深いんだったらちょっと割ってこんな、ラトリンログじゃそんな深いん。
で、ここも深いん？ちょっと。これしかも短いから。うわ。あ、ここか。はい、でも言っても、そんなだった。嘘ついた。1メーターぐらいだわ。全然いけるいける。嘘つきましたわ。全然大丈夫。そんなんだったら全然大丈夫。全然、引っ張れるね、これで。はい、今軽くジャックベイトやって、で今日ラトリーノグのあのブルーバックのオレンジビレッジかルアーローテーションとかも一切してなかった、あの1個だけでずっとやってたんですけど、ちょっとねちょっと思ったより水深があるんで、あるっつってもまあ1メーターはもうないぐらいだと思うんですけど、1メーター、うん、場所によってはもうちょっとあるのかな、なんでレンジがちょっと合わないなと思って初めてルアーチェンジで、ちょっとクランクベイトでフラットサイド、これマクベスのマクベスフラットか、イオケンさんのこれでやってみたいと思います。くぁこれでちょっとゆっくり引いて、うん、こいつが合ってきそうな気するんだよね、レンジ的に。まあ何でも、うわ下手くそか、タックル変えたばっかの時はね、もうこれがね分かんねえ下手くそすぎる。もうだ、あれがなくなっちゃってんのかな、よくわからん。あ、禁止って書いてあるかな、あ、ダメかもしれん、禁止って書いてあるか、はい、さっきのエリアが釣り金だったみたいなんで、もうそこからすっともうすぐ移動して、で入りたいエリアちょっと止めれずぐるぐるして深浜橋の上流のまたシェードを、まあでもここちょっと浅すぎて岸際シェードあれなんで、まあ、トップか、まあ、とりあえずクランクでちょっと大きめの、なんだろう、今で言うとセカンダリーポイントっぽいところ、まあ、ブレーキとかの杭とかその辺をちょっとシェードでじゃなくてそういうところ狙って、でそれでダメだったらトップを岸際のこのシェード浅いとこ、もう時間もね夕方になってきて、まあ個人的には16時までしか釣りできないんで、そのラスト30分ぐらい30分40分はそのトップの釣りをやろうかなと思います。それまではこうちょっと沖のセカンダリーっぽいセカンダリーポイントっぽいところをクランクで巻いて探りたいと思います。まあでももう本当何やってもいいか分かんないからな、なるべく結び替えます。しょ、さあ今日3つ目のルアールアーローテーション、3回目のルアーローテーションでポッパー、もう今日は多分これで終わりです。こんなね正直ねレンジさえあればねルアーなんて何でも食うと思うんで、あもうなんかもう一番釣れそうな気がする今日やってて、うん、なんだこれ何になってる、ね、時間もちょっとゴールデンタイムに入りだして、もう一発来てくれ、もう大井川でのポッパラなんか絶大な信頼を捨てますからね俺で、これもポッパラが釣れるって言ってるんじゃなくて、なんでじゃあポッパラでよく釣ってるかっていうと、ポッパラ投げてる時間が長いから釣ってるだけであって、本当にルアーローテーションなんて正直ねレンジさえ合えば本当にバス多分食うと思うんで、スイッチ入ってればスイッチっていうかそのタイミングさえ合えば、でそれを合わせてくるだけであって、正直あのカラーローテーションがこの色がどうだあの色がどうだとか、まあ、セオリーはあると思うんですけど、それを考えるんだったらその釣れるバスを探していった方がよっぽどいいと思うんですよね、早いと思うし、
もうこのルアローテーションも本当に人間の気休めでしかない。本当にそう思う。だから食うタイミングにルアーが入る、そのバスの近くに食う範囲に入れば、色が何色だろうが、ね、どんなルアーだろうが、音があろうがなんかろうが、ワームだろうがプラグだろうが食うと思うんで、思ってるんで、基本的な考え、まあ、個人的な意見だけどね。ずっとそうやって今までやってきた自分の経験上、そうだなって思ってるんで、別にそれが正しいとかっていうこともなく、自分は何の中ではもうそういう風にやって、だから変なポッパーもこれだけで、別に気分で変えるけど、飽きたりしたり、なんだろう、やたら反応ないなっていう時、じゃあポップ X にしようかなとか、そういうのはやるけど、もうでもこっちじゃないと釣れないとか、それはないと思うんで、本当に。プロとかみんなそうやって言うけど、でもそれはもうやっぱスポンサーのあれで、そうやって言わざるを得ないから、本人たちもプロも絶対、本当はこれでも釣れるんだけど、まあ、自分のスポンサーこっちだからこっちって言おうっていう風になって言ってるだけであって、まあ、多分もうみんな分かってるとは思うけど、そんなこと。釣れそうな気するわ。ワンチャン怖い、マジで、ゴボって。間違いよ、これ。はい。ちょっとね、さっきやって、深浜橋の方をやって、ちょっとプチ移動してきて、まあ、普段のワンドロから下流の五感のシェードって言ってたら、料金所のおっちゃん来た。チョーす。よいしょ。釣れてますよ、みんな。ぼちぼちね。ぼちぼちですね。はい。人多いですね、今日。ごさんから流れてきたね。あ、そうなんです。なんか、あれだ、釣れる情報とか出てきたんですかね。いやいや、もうごさんがやっぱりあんまり人ばっかり釣れない。ああ、そうですか。あ、朝行って、なんやわ、昼からの港地に。ああ、そうですね。何人か、けんも、ごさんのやつを持ってみたぜ。ああ、そう。ありがとう。はい。もうね、この料金所のおじさんから、こういう情報とかは得ましょう。はい、ということで、あっちの反対側も対岸、1、2、3、4、5、でこっちにも一人いるんですけど、まあここのシェードをね、ポップアールでもうこれやりきります。もう残り時間もね、多分30分ぐらいなんで、これやりきって、あー、本当は4月から御三川行きたかったけど無理っすね、全然無理と、釣れる気しない。まあいいや、でも残り時間ちょっと諦めずにね、もう諦めたら本当にそこで試合終了なんで、マジで。もうこの釣れないのは慣れっこなんで、もう25年間。昨日今日始まったことじゃないんで。よし、諦めずにラスト30分。これで奇跡を信じて投げ続けます。やってれば絶対いつか釣れるから、諦めずにね。そう信じて。やり続けます。もう残り時間もうほんと10分ぐらいだけど、最後ちょっとバイブレーション風出てきてね、でここ下ゴロタが結構入ってるんで、手前クランクベイトでもいいけど、クランクだと岩挟まっちゃうんで、バイブレーションをやりたいと思います。もう時間ないから、これが4回目のルアローテーション、今日4つ目。うわー、まあこれ巻いても終わりだね、確実に。さあもう時間です。最後こうやってね、もう広範囲をわけわかんなくなって、広範囲をバイブレーション投げるっていうね、もうただただそれ、まあ、前回も最後バイブレーション投げてたんですけど、もう基本オエガでバイブレーション投げてる時なんかもう全く何もわかんなくなって、ただ広範囲をただただバイブレーションで探ってるっていう、本当に釣れても完全まぐれっていう、そういう釣りをに最後なんだろう、陥ってるっていうね、もう本当情けないんですけど、25年も通っててこんな釣れないの、本当にこれでもね、大江川が釣れないんじゃなくて、釣ってる人絶対釣ってるんですよ。で今日も一人、あの車で移動中にバス持ってる人見たんで、で上手い人は本当多分ちゃんと釣ってるんですけど、もう自分が本当に下手すぎて
全然手がかりも何もないっていうね。ここまで釣りして本当に追い込んで追い込んで釣ってくっていうのを見せたかったんですけど、完全にもう 何にも追い込めないし、完全に追い込まれてるし、もうわけわかんなくてバイブレーション投げてるし、もう本当に最悪なんですけど、まあこれが本当に自分の実力で下手すぎるんですけど、もう本当に諦めずにやるっていうところ、そのメンタルだけが自分の取り柄なんで、まあなんとかね、これもう3月は今日が最後なんで釣り行けないんで、来週ね出撃できないんで、次4月の頭かな、まあそこら辺で、ね、もう4月中には本当になんとか釣って、ゴールデンウィークからは五山川行けるように頑張りますんで、まあまた見てやってください。で、最近ちょっとね、この犬飼い出して犬の動画ばっかアップしてるんですけど、これ別に釣りの動画見てくれてる人に、俺が飼った犬可愛いから見てっていうことを言ってるんじゃなくて、完全釣りの動画見た人は本当に犬の動画は完全スルーでいいんで、本当にチャンネル登録外さず、なるべくそのままちゃんとね、釣りも絶対ちゃんと行って、大江川で35センチ以上釣るまではもうずっとアップし続けますんで、ぜひぜひ見てやってください。で本当にね、また今日の夜も多分犬の動画1本アップするし、月曜日の夜も犬の動画1本アップするんですけど、ちょっとそういうのが多くなっちゃうかもしれないですけど、これね、データがねいっぱいになっちゃったね、動画の犬ので可愛いから撮っときたいし、あとで今ちっちゃい時期って今だけだから、ちょっとそういうのでアップさせてもらうんで、本当すいませんけどお付き合いください。で犬の動画完全するで、本当釣りの動画だけ見てくれれば全然それでいいんで、今後ともよろしくお願いしますということで帰ります。今日ちょっとララがあんま元気なかったから、朝ちょっと心配なんで、ちょっとダッシュで帰りますわ。ってもう何十万、うわ5分も過ぎてるからね、最悪ということで帰ります。はい、ありがとうございました。さようなら。